よし、行くか、みんな。5分。はい、みんなが静かになるまで5分かかりました。お、校長先生ネタが通じないだと。校長、それは一体何ですか、リムル様。気にするな。あ、それよりも見ての通り、俺たちは大所帯になった。そこで今後トラブルを避けるために、この村のルールを決めようと思う。ルール？ルールは3つ。最低限守ってほしいことだ。1つ、人間を襲わない。2つ、仲間内で争わない。3つ、他種族を見下さない。以上。なぜ人間を襲ってはならないのでしょうか。俺が人間を好きだからだ。なるほど、理解しました。理解しちゃったの？人間は集団で生活してる。本気で怒らせて束になって来られたら太刀打ちできないだろう。それに仲良くする方がいろいろと得だしな。他に質問がある人。はい。はい、ゴブタ君。他種族を見下さないというのは？お前たちは進化して強くなったけど、だからって偉くなったわけじゃないってことだ。弱い種族に偉そうにしてたら、いつか相手が強くなって仕返ししてくるかもしれないだろう。わかりましたっす。それと山頂リグルド、君をゴブリンの王者、ゴブリンロードに任命する。おっ、村をうまく治めるように。ああ、このリグルド、神明王としてその任引き受けさせていただきます。うむ、任せた。次は他の役割分担だが。村の周囲を警備するチームと食料調達チーム、この2つはお前らなら問題ないと思うが、ここの小屋とかお前らの羽織ってる布とか見るに、衣食住の衣と住がボロボロだな。お恥ずかしい話ですが、それらを作る技術を持った者がいないのです。作れないなら調達はできないのか。今までに何度か取引をしたことのある者たちがおります。器用な者たちなので、衣服だけでなく家の作り方も存じておるやも。ふむ、ちょっと会ってみるか。どこの誰だ。ドワルゴンに住むドワーフ族です。ドワーフ、あの筋肉もりもりでヒゲもじゃで家事の達人っていう。こりゃ行くしかない。リグルド、留守を任せてもいいか。任せやれ。ドワルゴンには大きな町があって、王様もいるんすよ。マジか、それっぽい雰囲気だな。ちょっと、いや、だいぶ楽しみだけど。そりゃそうだよな、ここは魔物の森だ。一歩村から出たら俺も一匹のスライム。みんながみんな俺のマサにビビってくれるわけじゃない。かかってくるなら相手するしかないよな。皆様は私がお守りします。
こんなもんだな。